今から 8.5 の解説をします。まず集合 A、 ガウスは1777年から1855年まで生きたドイツの数学者です。その次、ボーヤイ、1802年から1860年まで生きたハンガリーの数学者です。ロバチェフスキー、1792年から1856年まで生きたロシアの数学者です。そしてミスター・アイ、東京都江東区亀戸出身です。はい、今から F の A から B への写像を人 と、生まれた国に対応させる写像として考えます。ガウスはドイツ、ボーヤイはハンガリー、ロバチェフスキーはロシアの生まれなのでこうなります。この写像は見ての通り単写なので左逆写像が存在します。G は左逆写像なんで G までが こうなります。このような G を具体的に求めてみましょう。まず、B から A への写像なので B の弦をとりあえず書き出します。これが B、写してから G で写すと元に戻らなければいけないので、ドイツからガウスに向かわなければいけない。ハンガリーからはボーヤイに向かってほしい。ロシアからはロバチェフスキーに写像なんで、フランスのどこかには向かわなければいけないんですが、別にこの場合単車である必要はないので適当にどっかこの3つから取っていきましょう。画数の理解が取れています。これを満たしているので満たしています。以上です。